はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井竜王名人対大橋七段のアベマ地域対抗戦の一局の棋譜解説させていただきたいと思います。まあ、ちょっと簡単のために藤井八冠と呼ばせていただきます。先手が藤井八冠、後手が大橋七段で、藤井八冠得意の角換わりを大橋七段が真っ向から受けて立っていきました。ちなみに大橋七段は藤井八冠に公式戦4連勝中ということで、藤井キラーとして知られております。ということで、将棋は、真っ向から角換わりの対抗形となっていきました。で、3六歩に6三銀と大橋七段上がりまして、3七桂に4二玉と上がります。藤井八冠も4七銀と手慣れた駒組み、で、7四歩に4八金と上がっていきました。そして7三桂に6八玉と上がりまして、8一飛車に5六銀と上がっていきます。で、6二金、6六歩。まあ、現代将棋の基本形と言われる形に一直線に進んでいきました。そして、ここから5二玉と一回手待ちして、6九玉となったところで、4二玉と再び寄る手が多いんですが、ここで大橋七段が4四銀と、積極的に攻勢を取っていきました。藤井八冠は7九玉と寄せていきまして、5五銀左と大橋七段さらに積極的に行きました。6七銀と引くと4六銀と取れますし、4七銀と引けば6五歩とつけるということで、藤井八冠は必然的に同銀と取ることになりますが、同銀と進撃して次の4七銀同金3八角という手がなかなか厳しくなっております。で、実戦はここで藤井八冠どうするのかなと見ていましたが、4七銀は受けず2四歩と進行しました。そして同歩同飛車に2三歩と受けたところで2九飛車と再び引きまして、4五銀を打ちなさいと、強く引いていきました。これもまたすごい手ですね。もう 4七銀同金3八角は怖くありませんよと藤井八冠が指していきました。そして大橋七段は少し考えた後、8六歩と一発突き捨てを放って同歩に4七銀を決行しました。同金なら3八角で後手が有利になるところですが、藤井八冠は当然反撃を用意しておりまして、それが4五角ですね。で、これで8一の飛車取りに当てつつ、3六の歩を守ると、そういった手を指していきました。例えばこれ普通に5一飛車とか逃げますと4九金と引きまして、この3六銀成となることができませんので、先手がやや有利になると、そういう仕組みになっています。4四歩は3四角出られますし、3四角から2三角成が非常に厳しく、これは先手が4七銀が空振りになって先手がやや有利ということですね。ということで実戦は5四角と合わせていきますが、そこで強く4七金と取っていきました。まあ、そして以下4五角に同桂と桂馬を活用するのが先手の狙い筋でした。後手も3八角と狙い筋を決めていきますが、ここで2五飛車と受けるというのが非常に大きく先手やや有利な進行となっております。藤井八冠が見事な切り返しでわずかな優位を得たという状況でございました。で、実戦はここで4七角成と金を当然取りますが、5三桂成が鋭い一着でございます。同金でも同玉でも2号の飛車で5号の銀を取ることができると、そういう状況になっています。実戦はここから同金と取っていきますが、仮に同玉の場合は何が起こるか見ていきたいと思います。同玉の場合は5四銀と打つ手がありました。取れば4五角取って、これで飛車が取れるということですね。なので、まあ、4二玉と引くんですが、そこで5三銀打ちが一例で同金同銀ならずと進行しまして、仮にこれ取るとですね、5五飛車と取りまして、5五飛車が非常に厳しく、5四に合駒すると、そこで7二角と打つような、そういう手があります。5四に銀打った場合は、取って4五角で、やっぱりこの飛車が抜けるということですね。ということで、この攻めを食らってしまうということで、実戦は5四、この5三桂成に同玉だと5四銀がきついということで、同金と取りますが、7二角が、あえてこの銀を取らず、7二角が素晴らしい一着でした。これ、5五飛車と銀取ると、4六馬と歩を取られて、意外と大変なんですが、
あえてこの落ちてる銀を取らず7二角が素晴らしい着ですね。で7一飛車とかわしていきますが、6一銀と鮮やかに藤井八冠が攻めをつないでいきます。同飛車だと取って取って、そこで5五飛車があまりにも厳しいということで4二玉と逃がしていきますが、5五飛車と取っていきました。そして以下6二金と打っていきます。大橋七段が6二金と打ってなんとか粘ろうとしていきますが、ここで藤井八冠は5四銀とかぶせて打っていきました。ちなみに5四銀のところは5一銀っていう幻の決め手もあったようですが、本譜でも藤井八冠有利となっています。一応ご質問いただいてましたんで、5一銀の変化もやっていきますが、これすごい手ですね。同玉に6三銀と打って、これが次の6二銀ならずからの攻めを見せて一発で決まっていたというすごい手順でございました。5三飛車成同金5二金という詰めろかつ6二銀ならずからの攻めを見せているというのが非常に大きいですね。ということで、幻の決め手5一銀というのもありましたが、本譜の5四銀も非常に立派な手で藤井八冠が優勢をキープしています。以下4四金とかわしていきますが、ここで5三銀ならずとしたのが素晴らしい一着でした。仮にこれ同金とすると同飛成同玉5二金で角筋がぴったり効いて詰みという手順がございます。ということで実戦はここから5三銀ならずに3三玉とかわしていきますが、ここで4四銀ならずとしまして同歩に5一飛車成で藤井八冠が大優勢となっております。実戦はここから7二金と角を取ってなんとか頑張ろうとしていきますが、2一竜と、こちらの桂馬を取ったのが好手で、これで3一金打ちとかで弾ければまだいいんですが、あいにく弾く駒もありませんので6九銀と引っ掛けていきました。これほっとくと7八銀成同玉6九角から先手玉詰めろになってしまっているんですが、がっちり6八金打ちと打って勝勢を確保していきます。以下7八銀ならずに、同金も有力ですが同玉が正確な一着でございました。これでちょっと先手玉安定してなかなか寄せるのが難しい状況となっています。ここで大橋七段は6一飛車と飛車で銀を取る勝負手を放っていきました。同竜なら5九銀と引っ掛けて食らいつこうという強烈な一撃なんですが、藤井八冠はノータイムで2五桂と打って鮮やかに寄せに行きました。2五桂に4三玉ですと、5二銀というのがありまして、取れば3二竜から寄りますし、5四玉も3二竜で寄るとそういう手段がありました。なので大橋七段は2四玉とかわしていきますが、3二竜が3五金同歩同竜の詰めろで入っております。以下3六馬と詰めろを解消しますが、3三桂成が3四成桂2五玉2三竜という詰めろで再び入りました。3五玉とかわしていきますが、3八銀と押さえたのがこれがまた絶好の一着で、3四成桂からの詰めろになっております。でここでちょっと受けがないと悟った大橋七段は6七銀と最後のお願いに行きました。うっかり同金と取ると6九角で詰んでしまいますが、同玉が正確な応対で5五桂に7八玉で先手玉は安泰、後手玉は詰めろで先手必勝形となっております。以下6七金と打って取れば同桂成からトンシを狙うという筋を放っていきますが、8八玉が冷静です。以下8七歩に9八玉と端によってこれで先手玉が確実に詰まない形になりました。大橋七段は4七角打ちとなんとか頑張ろうとしていきますが、3四成桂と引きまして4六玉に3五銀と打ったところで無念の投了となりました。藤井八冠が公式戦4連敗だった大橋七段相手に見事に勝利となりました。とりあえず以下は仮に同馬だと、3七銀と打っていきまして4五玉に3五成桂と押し戻していきます。で5四玉に5二竜と回りまして合駒して4三角までの簡単な詰みとなっておりました。入玉寸前の大橋玉を見事に捉え切って藤井八冠が、完勝、公式戦の借りを返すと、そういった形になっておりました。
本当に、藤井八冠抜群の気量を発揮した見事な一局でした。まあ、角狩りの一つの定石になりそうな非常に美しい将棋でした。まあ、ということで大橋七段の敗着としては、まあ、そもそもこのそうですね、4四銀ぐらいまで遡ってしまうんですかね、4四銀の奇襲に対して藤井八冠が本当にもう教科書通り100点満点という完璧な受けを披露して、そのまま勝ち切ったという将棋だったと思います。まあそうですね、本当にこれ4七銀は4五角でダメっていう、まあ、一つの、このまま定石化されそうな藤井八冠の見事な勝利でございました。まあ、一冊の本を読むのと同じぐらいの価値のある、そういう棋譜だったのかなという、非常に美しい鑑賞譜だったと思います。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。